テレビで活躍してる NHK 女子アナの皆さんって美人で清楚、素敵な感じがしますよね。美人が多い NHK の中でも抜群のスタイルで視聴者を喜ばす女子アナもいらっしゃいます。そんな綺麗すぎて、しかも D カップを超える抜群のプロポーションを持つ女子アナランキングトップ10をお送りします。第10位、桑子真帆。1987年5月30日生まれの現在36歳、血液型は A 型。クローズアップ現代などに出演中の桑子真帆アナ、 NHK 局内でも有数の美人だと評判の桑子アナは、以前ブラタモリのアシスタントも務めていて、その絶妙なやりとりが好評でブレイクしました。紅白歌合戦の総合司会は2017年、2018年と2年連続、2020年も総合司会に抜擢される実力派アナウンサーです。第9位、豊島美樹。生年月日、血液型は非公表、2018年度入局のアナウンサーです。母親がインドネシア生まれのハーフ美女で美形なルックスが、ネット上で、美人で可愛い、と話題です。福井放送局、広島放送局勤務を経て、現在は東京アナウンス室に所属しており、サタデーウォッチ9などに出演中です。NHK 女子アナの中で一番の 170cm の長身と、ダイナミックなスタイルに視線が注がれるようになり、ニュースウォッチ9の取材ロケでは、街の声をリポートしますが、熱くなったのかダウンのコートを脱ぎ始めます。大きく胸を張り出して脱ぐ際、ニットが8切れんばかりに大きくバウンド。大サービスで視聴者は大盛り上がりとなりました。特にムチムチ好きの視聴者の熱視線を浴びる豊島アナ、ポスト杉浦ゆきアナとして急浮上中だそうです。第8位、大谷舞香。1998年1月15日生まれの現在26歳、血液型は A 型。2017年のミスキャンパス関西学院大学で準グランプリに輝いた実績を持っている美人アナです。女性ファッション誌キャンキャンではキャンキャンイットガールとして活躍していて、セントフォース関西所属のタレントとしても活動していた経歴の持ち主です。2024年4月に東京アナウンス室へ移動し、 NHK ニュースおはよう日本に出演することになりました。大谷アナといえば、福井放送局時代のみんなの独り言というブログに投稿した動画が話題となりました。内容は NHK らしく真面目な、引っ越ししたら放送受信契約の住所変更も忘れなくと告知するものでしたが、そのあまりにも神々しい上半身のフォルムに歓喜の声が殺到する事態となりました。第7位、副島芽衣。1991年12月28日生まれの現在32歳、サタデースポーツ、サンデースポーツのキャスターとして人気となった副島アナ。高校生在学時から全日本放送コンテストで入賞するなど、アナウンサーとしての実力は折り紙付きですが、その美しい美ボディにも注目が集まっているようです。推定 E カップと言われており、衣装のシワがなくなるほど張り出した美乳は非常に魅力的ですね。また NHK ニュースおはよう日本内のおはスポ筋肉体操では、健康的で圧巻の美ボディラインが話題となりました。現在は NHK ニュース7に出演、さらなる活躍に期待ですね。第6位、小村美希。1989年12月18日生まれの現在34歳、血液型は A 型。 NHK 首都圏放送センター所属、元大分放送のアナウンサーで、以前は NHK 千葉放送局にも所属していました。妹の小村千穂さんはオペラ歌手として活躍され、姉妹で童謡歌手としても活躍していました。早稲田大学放送研究会アナウンス部にも所属しており、フジテレビのアナトレやテレビ朝日アスクにも在籍、 BS 朝日のニュースアクセスにて学生アナとして出演していました。 NHK 千葉放送局時代の温泉リポートでは、放送自己球といえるホーマン E カップを披露し注目を集めました。現在は昼前ホットなどの番組に出演、今後の活躍に注目ですね。第5位、川崎理香。1994年2月生まれの現在30歳です。アメリカ生まれの帰国子女の川崎アナ、爽やかでキュートなルックスがネット上で美人で可愛いと話題です。2018 FIFA ワールドカップ中継、
2018 FIFA ワールドカップデイリーハイライトに出演。 NHK の開言特番ゆく時代来る時代平成最後の日スペシャルでは大阪のジュリアナ東京から中継で出演しています。そんな川崎リカーナの気になるカップは推定 E カップと言われています。幼少期をアメリカで過ごし英語が堪能なため TOEIC のスコアは990点。現在は海外向けの英語ニュース番組 NHK ワールドニュースラインでキャスターを務めています。第4位岩崎果歩。1997年8月6日生まれの現在26歳。血液型は O 型。小学6年生よりジュニアアイドルとして活動。写真集 DVD を多数リリースしています。この頃より可愛いと話題となりましたが2017年3月に引退します。慶応義塾大学時代は学業と並行してテレビ朝日アスクに通い学生キャスターとして活躍し、さらに2018年大学3年の時に週刊朝日の名物企画女子大生表紙モデルに登場し水着グラビアを披露しています。朝一にて鳴子温泉郷からのリポートではこけしを持つ様子がネットで話題となりました。現在は朝一の東北地域中継リポーターとして活躍しています。第3位中川アンナ。1993年10月22日生まれの現在30歳。血液型は O 型。慶応大学のミスコンミス慶応2015に出場しファイナリストに選出されるほどの美人です。また学生時代にアナウンススクールのテレビ朝日アスクに通い学生キャスターとして BS 朝日のニュース番組ニュースアクセスにも出演しています。インスタグラムでオフショットなどで自慢のいいカップやミニスカから見える美脚などを披露し世間の話題となり大騒ぎとなりました。現在出演中のサンデースポーツでもピチピチのニットを着用。特にノースリーブの時はニュースの内容が全く頭に入ってこないと大注目となっています。第2位赤木野々花。1990年8月8日生まれの現在33歳。血液型は O 型。可愛らしい童顔と F カップとのギャップ萌えに注目を集めているようです。その自慢の胸はシャツのボタンが弾け飛んでしまったことがあるほどのようで、これからのさらなる露出にも期待が持てますね。また機転の利いた対応やしっかりとした話し口調などで年配の方からの人気を集めています。大学在学中には第16回新橋小市祭りの浴衣美人コンテストに出場、準グランプリに輝き、また日本テレビイベントコンパニオンとしても活動していました。現在はサタデーウォッチ9歌コンに出演しています。第1位杉浦由紀。1983年5月14日生まれの現在40歳。血液型は A 型。 NHK を代表する美人、そして抜群のスタイルを誇るアナウンサーである杉浦アナ。カップ数は驚愕の G カップとも言われています。タイトな衣装を着用した際にはボディラインがくっきりと浮かび上がり、 NHK 所属とは思えない妖艶さを醸し出しています。明るい性格と笑顔もチャームポイントで NHK 好きな女子アナランキングでは堂々の1位を獲得しているほどです。大学在学中にはミスソフィアをミスオブミスキャンパスクイーンコンテストでは準グランプリも獲得しています。スポーツ番組だけでなく歴史番組やバラエティ番組など様々な番組に出演、明るい笑顔が印象的ですね。今後の杉浦アナの活躍から目が離せませんね。